ります。今日も特設お利用いただきまして、ありがとうございます。急行、東海1号、静岡行きと、御殿場1号、御殿場行きです。一番前から1号車、2号車の順で一番後ろが15号車です。工事より電車分かれまして、先頭より12秒、1号車から12号車は、東海道線経由静岡行き、後ろより3秒、13号車から15号車は、御殿場線に入り、御殿場行きとなります。4号車と5号車はグリーン車です。ご乗車には、乗車券、通行券の他にグリーン券が必要です。この列車はグリーン車を含めまして、全車両が自由席です。それでは、これから止まります駅と到着時刻のご案内をいたします。次は、川崎に止まります。川崎到着は、7時32分の予定です。続いて、横浜には7時40分、大船、7時56分、藤沢、8時1分、平塚、8時12分、工事には8時28分に到着いたします。工事からは、静岡行きと御殿場行きに分かれます。先に、静岡行きからお知らせいたします。静岡行きは、工事駅での停車時間も短くなっておりますので、ご注意ください。工事を出ますと、浦和ら8時34分、浦和ら8時49分、熱海8時54分、熱海からは伊東線、13分の待ち合わせで、9時7分発、伊豆急下田行きに連絡いたします。伊豆は、9時9分、湯浅、9時15分、伊豆に止まります。吉原、9時28分、伊豆、9時32分、伊豆からは新延線、20分の待ち合わせで、9時52分発、西津宮行きに連絡いたします。神原、9時41分、清水、9時53分、静岡には10時3分、終点の静岡には10時3分の到着予定です。静岡から先、藤枝、金谷、勝川方面は23分の待ち合わせで、10時26分発、浜松駅で向かいます。続いて、御殿場行きです。御殿場行きは、工事で切り離しのため、6分停車いたします。工事出発は8時34分です。工事を出ますと、御殿場線に入りまして、町田到着は8時45分、山崎、8時52分、鶴田小山、9時4分、御殿場には9時16分、終点の御殿場には9時16分の到着予定です。御殿場から先、磯野、沼津方面は1時間8分の待ち合わせで、10時24分発、沼津行きとなります。この列車は、急行列車のため、乗車券、停車券の他に急行券が必要です。通行券をまだお持ちでない方、お手持ちの切符で乗り越し、一括運行をされる方、これから、車掌が検察に参りますので、お早めに申し出ください。次は、川崎に止まります。
もなく、川崎です。京浜東北線、南武線はお乗り換えです。お出口は右側です。川崎を出ますと次は横浜に止まります。ご乗車ありがとうございます。前より、運量、1号車から12号車は、通行東海1号、静岡駅、後ろより、3両、13号車から15号車は、通行5000番1号、5000番1です。お乗り間違いにご注意ください。次は、横浜です。
間もなく、横浜です。横須賀線、根岸線、横浜線、京急線、東急東横線、東武線、新横須賀鉄線は、お乗り換えです。お出口は左側です。お忘れ物ございませんよう、ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。